ユニオン・キャリッジ・ワゴンは南アフリカ共和国ハウテン州ナイジェルに拠点を置く鉄道車両メーカー。1957年に設立。主な株主はコモンウェルス・エンジニアリング、バッド社とレイランド・モータースで保有比率はそれぞれ51%、25%、12%だった。1969年12月。 コモンウェルス社は共同保有する他2社の29%と合わせ計42%まで保有比率を減らす。初期に株式を保有していた英米系外資企業は国内企業への売却を徐々に進め、2013年2月に国内の区とグループ参加となった。2016年4月、フランスのアルストム社が親会社の区と株51%を取得し、 オールスタム・ウバニーとなった。ウバニーは、ユニオンのズール語での表記。1964年、ユーシットは、スポールネット社から、電気機関車を受注。その後も、同社からの受注は続いており、2011年には、日本の東芝、三井物産と、鉱山鉄道向け電気機関車を、共同受注している。1974年にアンゴラ、ザンビアでの受注を皮切りに、 国際市場へ進出することになった。1996年マレーシアの KTM コミュータークラス82を受注。2011年にはボンバルディアトランスポーテーションと共同でハウトレインの車両を受注。台湾ではその外交政策の事情により台湾鉄路管理局がユーシットから調達する車両は比較的多かった。ありがとうございます。